かちょっとドリルからヤッホー DIY リフォーム女子部ののぞみでーす。はいでーす。こんにちは。今日は上からだよ早速今日企画を発表していきたいと思います。はい、はい、今日の企画はハンカチ、ハンドタオル、そして家にあるゴムで果たしてマスクは作れるのか挑戦するぞー。イエーイ。では早速今日使うアイテムを紹介していきたいと思います。はい、こちらです。はい、ということで今日使うのはこの2アイテム。はい、ハンドタオル、うん、ハンカチ、はい、を使ってください。でこれがヘアゴム。ヘアゴム。ちょっと太めのヘアゴムと細いやつ。ね、物によって輪ゴムとかで代用してもいいと思います。うん、はい、はい、めっちゃ可愛いね。ね、可愛いですよね、富士山。富士山のところどころに日の丸です。めっちゃ可愛いね。ポイントでね、可愛い。可愛い。分かっちゃった。はい。いやなんかね、今回なんでこれやろうかと思ったかっていうと、はい、私あのこの間、まあ、用事があって外出たわけよ、うんうん、久しぶりにちょっと遠出をして行かなきゃいけなくて、うん、その時にたまたまこの間の作ったマスクを、はいはいはい、忘れちゃったの。あ、忘れたんだ。マジで、うん、そうで、なんか最初は車で移動して、うん、で移動するからしなくても忘れちゃうじゃん、うんうん、外にすぐ出て、あ、忘れたってすぐ戻ってくる、うんうん、すぐ車乗っちゃったから、うん、解散した時に車ないから、うん、あ、どうしようと思って待ち歩いてたら、うん、みんなマスクしてて、そりゃそうだわと思って。なんかね、すごいね、なんか、なんかこれ言っていいのかわかんないけどね、あ、私バイキンかもしれないと思っちゃって。いや、本当に、やべ、私バイキンかもって思っちゃって、本当、うん、その時に思ったのはマスクないから、うん、あの、急遽、例えば薬局とか、うん、あるいはなんか雑貨屋さんとか、コンビニとかに行くと、ハンカチって置いてるじゃん。置いてますね。それ買ったもん。あ、代用、そうこうみたいな、そうそう、なんか、なんか申し訳なくてなんか歩いてて、うん、その視線感じるわけよ、うんうん、あ、なんか私の方に視線を使う時間を使わせてしまってごめんなさいみたいな、なんかごめんなさいみたいな、でもなんかすごいそういう気持ちになっちゃったから、うん、なんかそういう絶対人間ってうっかりがあると思うの、うん、っていう時に、あ、めっちゃ使えるじゃんこれと思って、うん、口に当てなきゃいけないっていう時になんかやってほしいなっていうのがちょっと基本的な思い。うんうんうん。本当。自分でね、即席で作れるマスクっていう感じですね。うん。でヘアゴムとか、あとはそういうハンカチとかだったらコンビニでまだ置いてあるので。そうですね。代用して。うん、まあ、そんな感じでちょっと今日は、はい、やっていきたいと思います。はい、やりましょう。やってくぜ。イエーイ。作っていくぜ。はい、作りましょう。おーい。じゃあまずお持ちのハンカチ用意してもらって。で、これを、ちょっと、こう何でいいのかな、こう、ピュッ。大体3分の1ぐらいに。3分の1ぐらいですね。それ以上なんかね、やっぱり大きいと顔がね、そうですね。全部隠れるから。うん。逆にこうしちゃうと細くなっちゃうんだよね。そうそうそう。だから、3分割ですね、うん。まあ、自分の顔にカスタマイズしてもらって。うん、こんな感じで。当てながら、おお、かわいいじゃないか。こ、はい、んな感じでやっていきます。うん、じゃん。めっちゃ簡単。かわいいじゃないか。イエス。ありがとうございました。ありがとうございます。でこれをシュッと通す。シュッと、うん、はい。おお。はい。うん、でいい、ね、もう一個もシュッと通す。こうして折ります。え、合ってる？合ってる合ってる。ゴムを軸にして、パタンパタンと。パタンパタン、両端を右左こうやって折ります。はい。からの？からの？ピッピッてちょっとゴムを引っ張って。でここまあ入れた方がいいかもですね、うん、シュッと片方と掘ります、うん、ここの口のとこに、はい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 、片方の方に入れて、おー、入れて、あ、もうできちゃったー、どうゴムが、ね、見て、え、どれどれ、今餃子みたいな、ちょっと取れちゃったじゃん、ダメじゃん、やばい、めっちゃきついんだけど、ちょ、それ調整してみようよ、ピョコン、これ、うん、こうなるよってことですね、うん、そしたらあれだね、ここの幅を調整するか、ゴムを長くするか、そうだね、うん、全然引っかかないんだけど、うん、ちょっと調整してみようよ、調整しましょう、ゴムの位置をちょっと外側にするとか、あ、外側にするってことね、そう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 、外側にしたら果たして取れないのかどうかちょっと検証したい、あ、ちょっとここは、ね、そう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 、いけるのかこれ、結構きついな、なんかすごい
じゃあヘアゴムは適さないと。なんかこの太いゴムはちょっと適さないかもしれない、もしかしたら。耳にすごい抜けますね。あ、ちょっとさ、もう一個ゴムあるからさ、それやってみようよ。もう一個ゴムやりましょう。細いやつ、うん、このピンクにします。うん、する。あ、太いやつは耳にかかんないわ、うん、ちょっとこれ検証してるね、完全に、うん、ちょっとダメだな。何が本当で何が嘘か世の中の本当と嘘を暴くこんな感じ。その名も名探偵コナン。違うわ。え、違うの？のぞみ。あ、なぞみ。名探偵のぞみ。名探偵。あ、これ、あ、これくらい。なんかちょっと。なんかはみ出てない。はみ出てない。なんか違う。なんかね、違う。防塵マスクみたいになった。ちょっと待って。もうなんか痛いんだけど。ちょっと待って。なんかがおかしい。なんかがおかしい。ちょっと待って。何か、あ私もなんか自分に笑った。あ、これこれ。ああ、いい、あ、いい。どうどうどう。あ、やっぱさっきよりはいいわ。やっぱ太いゴムはダメですね。さっき本当餃子だったもんね。あ、こんな感じです。あ、やっぱり細くて伸びる方がいいね。うん、細くて伸びるゴムの方がいいですね、ヘアゴムでも。やっぱり案外輪ゴムと使うのが結構多いじゃん、うんうん、輪ゴムは道理に合ってんのかもしれない。輪ゴムね、でも耳がね痛くならなかったら、うん、輪ゴムでいいよね、うん、めっちゃいいですね。なんかなんで笑うの？横向いて。あ、横かわいいよ。なんで正面がダメなの？なんで正面がダメなの？これ結構早く作れるじゃん。めっちゃ早いと思う。のんちゃんさ、これ勝負しない？あ、勝負？私早く作れる。そう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 、やってみましょう。やってみましょうか。はい、イエーイイエーイ。じゃあ勝負すっぞ。はい、イエーイ。はい、ということでやってきました。はい、名付けてマスク早作り対決。イエーイ。今回ですね、スペシャルゲスト、あ、そうそうそう、お呼びしてます。はい、はい、今回ですね、審査員をお呼びしてるんですけども、ちょっと今そこでカメラで撮っている天の声のゆらちゃんです。こんにちは。映りました、ちょっとだけ。でゆらちゃんが、まあ、目視で、はい、まあ、どっち勝ったのかっていうところ、私たちもねフェアにやりたいから、うん、これはねやらせじゃないと、はい、ちゃんとね、ガチで戦ってるんだっていうところを、はい、まあ、そこにいる天の声のゆらちゃんにちょっと審査してもらいたいなと思って、はい、今日ゆらちゃんを審査してもらいます。はい、お願いします。スタートのゴングを、はい、と天の声のゆらちゃんにお願いしたいと思うので、はい、位置についてよーいカーンみたいな感じで。位置についてですか？はい、わかりました。ちょっとゴム設定しようよ。あ、ゴムね、はい、で今回ちょっと大きめね。あ、そうそう、大きめのタオル、ちょっと今回これでもできるのかっていうのそうですね、ちょっとやってきます。普通のタオル、そう、クジラちゃん柄と人手ちゃん柄、はい、はい、ガーゼタオルです。じゃちょっとこれを綺麗にね、同じ折り方で、はい、あー怖いなぁ。でもここで、はい、いいですか？はい、はい、いきますよ。位置について、はいはい、よーい、ドゥーン。
やりました。確かに、あ、それいいね。これ長いもんね。そう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 。一回半分に折るのか。タオルの場合は半分に折る。うん、そう。だったら、まあ、確かに分厚いけど、うん、まあ、フルベースにはならない。確かに、そうね。こっちの方がいいですね。そう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 。あ、そっかそっか。なるほど。そしたらほら。本当だ本当だ。おーおーおーおお。が切れるかも。切れるかもしれない。うん、あ、ちょっと分厚いけど。ね。こっちがいいね。よいしょ、いい感じじゃない？うん、いいですね。いいよね。え、マジ可愛いな、この柄。柄可愛いですよね。なんでだろう。なんでか違うんだよな。なんか、なんでかな、重ねるからかな。あ、重ねるからか。お互いちょっと、ちょっとやっぱゴムは長めの方がいいですね。うん。うん。ゴムは長めがいいです。はい、ゴムは長めでやりましょう、はい、やりましょう、はいはい、最終判定の方お願いします。最終判定はグーッアイさん、あー、やったー、勝者はアイさん、アイさんでした。誰とかはい、ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。そして茶番ありがとうございました。ありがとうございます。ました、はい、はい、ということで、まあ、今回これ、うん、こちらこれです ね、まあ、タオルだったり、はい、まあ、一番いいのはね、やっぱりハンカチがいいです。うん、ハンカチがね、ハンカチが良かったね。まあ、小さすぎても多分足りないので、うんうん、どれぐらいだろうね、ちょっとまあ中くらいのハンカチがあればベストかな、うん、薄め、薄めというか、ね、通常のスタンダードのやつで、うんうん、はい、うん、なんかよく贈り物でもらうみたいなやつ、うんうんうん、で中にあの前回 の、 あの動画のマスクで使った、うん、抗菌フィルターってやつがあるんで、 あれ入れるといいかもしれないです、うんうん、確かにね、うん、あれだったらまだ Amazon で全然、うん、あと私が注文した時は、うん、あ、ポチってしたら、うん、翌々日にはもう届いた、そうそうそう、もうすぐ届いちゃったから、うんうん、ぜひそっちを使って入れるだけでも全然違うと思うんで、はい、やってみていただいたらいいんじゃないかなと思います、はい、で、まあ、それでまあ部屋からねなかなか出れなかったり、うん、私たちも結構出れなくて、うんうん、なんかこう結構なんかストレス溜まってたりするので、うんうん、まあ、そういったら、まあ、ちょっと今回本当茶番だったんですけども、うん、なんかこう気分転換によみたいな感じで、なんかこう家族だったりとか、ね、子供だったりとか、うん、作り方をなんかこう復習する意味合いもあるから、うん、なんかそんな感じで楽しく、うん、一緒にね、なんかこうね、過ごしたらいいかなと思って、うん、はい、まあ、今回まあ最初の方にまあきちんとした作り方と、うん、まあ、後半ちょっと茶番だったんですけども、はい、まあ、お付き合いいただいてありがとうございますって感じですね。はい。はい、ということでですね、はい、まあ、今回ですね、企画としては、うん、まあ、あのマスクを、うん、タオルとか、うん、あるいはハンカチで作れるのか検証してみました。はい、はい、ということで、まあ、私たちもね、検証してみましたが、まあ、良かったんじゃないかなと。そうですね、うん、めちゃくちゃ多分簡単、うん、これ何も塗ったりとか、ね、ミシンも使わないでいいので、うん、はい、ぜひやってみてほしいですね、うん、楽しかったね、あとね、楽しかった、すごい楽しかった、すごいガチで笑ったしね、なんかそう、なんか楽しくするのが一番だなって思うので、うん、はい、まあ、なんか明るく、はい、なんか前向きに取り組んでいけたらいいかなと思います。はい。はい、ということで、まあ、こちらの動画ですね、良かったなと思った、ためになったなと思ったら、高評価ボタン、はい、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、また次回の動画でお会いしていきたいと思います。はい、それではまた皆さん、バイバイ、バイバイ、またねー。じゃあまたお願いします。え、富士山。水戸富士。水戸富士。ご会長。